春日井市から現在予約受付中のプレミアム付きクーポン春日井応援券使えるのお知らせです。いつも通っているお店での食事がお得に、前から欲しかった品物がお値打ちになるクーポン、ご存知ですか？それが春日井応援券使える。使えるは使いたいお店を決めて、そのお店だけで使えるお得なクーポン券、6500円券と2500円券を用意しました。6500円券なら5000円で買えるので、なんと1500円、 30% もお得になるんです。また2500円券は2000円で買えるので500円お得になります。使えるは500円利用するごとにお店でスタンプを1つ押すスタンプカード形式で、一度に使える上限額はありません。だから必要な時に必要な分だけ利用が可能です。そんなお得な使えるを手に入れる方法はとっても簡単。選ぶ、申し込む、引き換えるの3つのステップ。まずは選ぶ。使える特設サイトなどで使えるお店を確認し、そのお店で購入する金額を決めます。ただし購入額は1人10万円まで、プレミアム分を含めると最大13万円までの利用とさせていただきます。しかし年齢制限がないので、例えばお父さん、お母さん、子供の3人家族なら30万円までの購入で最大39万円まで利用可能。しかも1人合計10万円以内であれば複数のお店を選ぶことができます。使いたいお店を選んだら、次は申し込む。まずは特設サイトからダウンロードした申し込み書に必要事項を書いたら、一つ目の方法は春日井商工会議所へ E メールに添付して送信するか、ファックスで送る。二つ目は春日井商工会議所の窓口に行って直接申し込む。このいずれかの方法で申し込むことができます。なお予約の受付は7月17日までとなっていますので、お早めに。申し込んだ後、8月上旬には春日井商工会議所から購入のための引き換え券が届きます。そこで最後のステップ、引き換える。8月11日から31日の間に届いた引き換え券を持って、予約の時に指定したお店で使えるを買ってください。購入後すぐに利用可能です。ただし使えるを使うお店を複数選んだ場合は、それぞれのお店で購入する必要があります。また8月31日を過ぎてしまうと購入できなくなってしまいますので、忘れないように注意しましょう。最後に注意事項です。使えるを利用できるお店は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業要請や外出自粛の影響を大きく受けた市内の衣料品や家電などの小売店、旅行業やタクシーなどのサービス業、飲食店などのお店が中心です。食料品や日用品などの生活必需品を取り扱うお店、例えばスーパーやドラッグストア、ホームセンターなどでは利用できません。また店舗面積が1000平方メートルを超える大型店でも利用できません。使えるお店の一覧や詳しい内容は春日井応援券使える特設サイトに掲載しておりますので、ご確認ください。多くの方のご利用をお待ちしております。